It's the first time that I'm ever doing this. 一回もつけたことないです。ないです。目が大きくて羨ましい。すごい可愛い。本当に別人になりました。お洋服にもピンクが入ってますし、チークもピンクで可愛らしさを強調するために目尻のところにこの濃いめのピンクをのせていきます。でこの下の部分にもちょっと入れていきます。ピンクを入れることによって可愛らしさも出るんですけど、少し垂れ目っぽい感じの方が可愛らしく見えるので垂れ目効果もあります。少しはみ出るぐらい、緑とグラデーションになりにくいんで、この黒目の一番最後の部分のところからくっきり分けます。黒い色でリキッドのライナーを使っていきます。ちょっと目を大きく見せるために少しはみ出させます。少し下ろして垂れ目っぽくすると柔らかい印象になります。つけまつげはなるべくゴージャスでお人形らしくなるものを選ぶ。結構まばたきしてると、はい、目頭と目尻が取れていくんですよ、だんだんこう、はい、なのでこの辺にたっぷりのりをつけると取れにくい。ライナーのところにつけまつげをのせていきます。すごいですねラインを入れて少しつけまつげとの幅をなじませていきます。一回もつけたことないんですか？ないんです。へえ、すごい。全くありませんですねになりました自分じゃないんですね、私ではない。かわいいよりナチュラルな。まず垂れ目っぽくしたいのでブラウンのアイシャドウを目の下のところ3分の1ぐらいですかね、ところに入れていきます。お洋服にゴールドのリボンとか、とゴールドのアクセサリーが入っているので、涙袋はゴールドでキラキラさせてデカ目を強調していきたいと思います。裏目を全体的に引かせるためにこの辺にもゴールドの裏目を使っていきます。裏目があることによってパーティーの時とかも瞬きするたびにキラッとするので、より目が立体的に可愛らしく。下まつげはつけまつげをつけちゃうと目全体が黒っぽくなりすぎて、あ、そうなんです。かなりこう目だけがこう浮き出ちゃう感じになるので、うん、私はロリータメイクの時は下まつげは自分のまつげをマスカラつけて少しボリュームを出す形にして、柔らかくドーリーな雰囲気の目にしたいと思います。それもいいバランスを取るんですね。そうです。かわいい赤いリップで形付けていきたいと思います。あんまり濃くしないようにポンポンのせるくらいで、ピンクの濃いリップ、こうリップはポイントになりやすいので、お洋服に入っているような色味を唇にも持っていくとより統一感が出て可愛いと思います。プルプルにするためにグロスをつけていきます。グロスをつけることによって立体感も出ますし、より発色も出るので、ちょっとリップの形を整えるので少しほぐします。クリスマスといったらパーティー、目の下にラメラメを入れてキラキラの星型のものになります。ワセリンをつけていきます。レースにもアクセサリーにもゴールドが入っているのでゴールドの色にしてみました。
ロリータちゃんの間でもすごく流行って、で、ランダムにつけていきます。ワセリンだけで長く持ちますか？はい、ワセリンで1日ずっとつけていられるので、お肌にも負担が少ないので、もしワセリンでちょっとねっとりした感じが嫌な場合は、美容液とか乳液とかでもつくんですけど、ワセリンの方がより長くつくかなと思います、ロリータファッションは前髪が命というぐらい、お人形にもなれるし目も大きく見えるしということで、前髪のウィッグをつけていきます。長さなんですけど、ちょうど眉毛と目の間の部分。ハッファンはファッション All new trends in Japanese pop culture